今週も始まりました。今ね、8月の22日日曜日、今1時5分です。今回行くところはね、千葉県のね、市原市に行きたいと思います。まあ、とりあえずもう下道でね、山越えて行きたいんですけど、まあ、今ね、雨降ったりやんだりの繰り返しなんですよね。カラッとした晴れ間が出てきてくれりゃありがたいんですけどね。さあ、ちなみにね、市原までね、380キロあとはね、ぼちぼちと走りながら行って、どうかな、全米だとはいかないんでね、まあアクアラインとか通っていきたいと思います。時間だけではね、もう高速乗っていきます。はい、とりあえず今ね、県境までやってきました、ね、この峠を下っていきたいと思いますよ。なかなかね、雨降りん時のね、峠とかはね、ゆっくり行かないとね、危ないですからね。よいしょ。なんかね、会社の人の話によるとね、なんか肩こうやっとるってね、話し合ったんですけど、今のところまだね、肩こうは見れないので、どこかなーってとこなんですけど、どうもね、なんかガードレールが落ちて道がちょっとね、崩れとるっていう話なんですけど、とりあえずこっちのね、長尾の県側がひどいよって話だったんで、今ねちょっと気にしながら走っていく行っとるんですけど、まだまだ看板が出てこないんでね、どこでやっとるんかなって感じです。あそこか、パイロンが見えた。おっと、道が崩れとるというか、土砂崩れ的な感じですね。でもここではなさそうですね。おお、土砂が出とる。あちこちある、結構ね、水が出てきとる感じですね。なんか石が結構落ちてます。ただどこかな、もうちょっと下の辺かな。はーい、とりあえずなんかそれっぽいとこが出てきました。うん、なんかそれっぽい感じで、なんか道が若干ないですね。ガードレールがなんか宙ぶらりになってる感じはしますけどね。あ、思ったほどひどくはないんかな。さあ、カウントダウンは、はい、2、1、0、よいしょ。おっと、なんで来る？お、やっぱり崩れとるんやな。支柱2本ぐらいあれですね。もうちょっと寄ってくれんとな、いけんねんけどな。よいしょ。びっくりしました。急にね、こっちが青なのに突っ込んできましたね。頼むよ。ね、向こう赤なのにね、入ってこようとしましたね。よいしょ。赤信号で入ってきたらダメでしょうけど、びっくりでした。もうちょっと避けてって言ってね、
お願いしないといけませんね、こっちが。とりあえずあそこだけやったんかな。ガードレールがとりあえずね、宙ぶらりになってましたけど、でもあの状態で放ってあるとね、いきなりね、ごっそり行ったら通行止めになっちゃいそうですね。ね、まあ、とりあえずあまり崩れないことを祈りましょう。まあ、とりあえず次のね430のところで休憩がてらご飯でね、夕ご飯で食べていきたいと思います。ではね、まだまだちょっと気をつけながら走っていきます。本当にね、さっきちょっとと思いましたけど、ちょっと気をつけましょうね。赤信号ってか青信号でもね、来るかもしれんと思いながら行きましょう。さあではね、十分注意しながら行きましょう。はーい、今ね国道20号ね走ってきました。6時35分もうね430、もう近づいてきてるんでね、いつもの道の駅で休んでいきたいと思います。やっぱりね、日曜日だけあって結構車がね多いのでね、まあいつもここのね道の駅で休憩したいと思いますよ。はい、じゃあ道の駅行きましょう。今日は意外にトラック多い感じがしますね。よいしょ、なかなかまっすぐなら、はいっと、ではね休憩したいと思います。とりあえずトイレ行ってきます。はーい、じゃあ今ねちょっとお手洗いの方行ってきました。さあ今からご飯食べましょう。消毒をしてね。最近もねまたまたコロナが増えてきたんでね、気をつけないといけませんね。さあ今日はこれにしようかな。サラダと、はい、じゃん、カツと煮物のお弁当なんですけどね、このカツはね、息子の夏休みのね課題で地元のね食材を使った料理をしてくださいってことでね、なんかはい、作っていましたね。で妻とねなんかいろいろ話しながら作ってました。あとはねいつものね煮物なんですけど、今日はきんぴらごぼうとね、いろいろあります、いろいろあります。ではね、いただきます。夏休みの宿題でね料理をしてくださいっていう、なかなか珍しいですね。ではこのカツをいただきましょう。美味しい。昆布の煮物も美味しいしね、あとこんにゃく、美味しい。でちなみにねこのカツね、大葉味噌中にね塗ってあるんですよ。まあ地元の豚なんですけど、これ何やったかな、普通のねとんかつ用の肉じゃなくてね、なんていうんかな、薄切り。なんか薄く切ってある、あれなんかな、しゃぶしゃぶじゃないわな、焼肉用になるんですかね、やと思うんですけど、これをね2枚重ねにしてね、で間に朴葉味噌を塗って
で揚げてるんですよ。これがね、また美味しいんですよね。まあ上にもね、少し朴葉味噌がね、かかってるんですけど、うん、サンドしてありますよ、味噌を。お肉もね、薄いもので柔らかくて美味しいし、ね、味噌と合ってね、これがバッチシです。本当はね、なんかミルフィーユ状にしたいみたいなこと言ってたんですけど、あまりね、あまり厚くするとね、揚げにくいんじゃないかってことで、まあ2枚ぐらいにしてね、やってみた感じですね。まあ自分はね、揚げるの手伝ったぐらいで、はい、ほぼほぼ見てましたよ。では、いただきました。今回のお弁当はね、ね、息子と妻の共同作品でした。でも美味しかったです。さあではちょっとね休憩して夜ね走っていきたいと思います。さあちょっとタイマーセットして8時半ぐらいかな。さあちょっと寝ます。ではね後ほどです。はーい、おはようございます。さあ出発しましょう。今ね9時50分、まああれから5時間経ってますね。よいしょ。さあではでは出発します。とりあえずもうちょっと頑張っていきたいですけど、どこで乗っていこうかなって感じですね。まああと235キロぐらいなんで、まあねぼちぼちと走ってって、まあ高速乗ろうかと思います。まあとりあえずね、まだまだ気をつけながらね走っていきまーす。はーい、ここはどこでしょう。とりあえずね大月越えてでね、いつもの20号の狭いところも越えてで相模湖から行こうと思ったんですけど、まあねちょっと横浜町田の方面に行きたかったんでね、ちょっとまだね、そこからまだひたすらまっすぐ20号で来てます。とりあえず横浜町田から、町田というかあれかな、首都高ね狩場から乗っかって、でアクアラインで市原の方に行きたいと思います。まあいつものね首都高だけ使おうかなって感じですね。とりあえずまだまだ走っていかなくちゃいけないんでね、頑張っていきます。とりあえず市原まであと124キロまだね気をつけながら行きたいと思います。はい。16号から来てね、今横浜横須賀道路、はい、もう走ってます。もうあとねもうちょっとで首都高速のね入り口に入るとこなんですけど、よいしょ。今ね1時5分、まあ、とりあえずあともう73キロなんで、まあ、あとぼちぼちと、ね、市原の方に行きたいと思います。では首都高速乗っていきましょう。はい、通行できます。はい。さあではね、あとは木更津金田インターまでベッド向かっていきたいと思います。
今ね、東京湾アクアラインの木更津金田インターまでやってきました。さあ、では降りていきたいと思います。おっとっと、まあいつものね、料金ですかね。深夜なんでね、どうやろう。通行できます。ちょっと安いんか若干安いような気もしますけど、まあそんなもんでしょうかねよいしょ。あ、では今降りたんでね、あと市原の方まで行きたいと思います。まあぼちぼちとね、向かっていきます。はい、お疲れ様です。今ね、市原の方に到着しました。さあ、あとはね、ここで休まさせてもらって、明日の朝ね、市原のお客さんのところで降ろしてもらいたいと思います。ではね、今回はここまでにしたいと思います。もしよろしかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた。